皆さん、こんにちは。たんごすです。今回は、こちらですね。絵を描いていきたいと思います。何の絵を描くか。左にございます。これですね。これ。イラストやからね、撮らせていただいたこちら。カボチャですね。しかも、ハロウィンのカボチャ。今回ね、そのハロウィンのカボチャをね、ちょっとね、写し入れしていきたいと思います。キーノとね、よろしくお願いします。では、描いていきましょう。おー、やっぱ明日ハロウィンですよ。これはね、こう期待ですね。で、まず、ハロウィンのカボチャ。ここにね、 円みたいなものが3つありますねなのでまずはこの円を普通に使っていきましょうよしこんな感じかなこんな感じちょっとまずそうですけれどもそして色はですねスポイトなしでやっていきましょうおっこの色いいですねでこれをコピペする感じかな ああおこれでかぼちゃっぽくなりましたね。おおいいね。これかぼちゃっぽいですね。で、続いては、ここ、ヘタかな。ヘタの部分みたいなところを書いていきましょう。これは台形ですね。台形は普通にありますね。あー、間違えた、間違えた。台形、この台形でいいのかなこれはこうなってるのにただ縦、ぶぶ縦横比を固定をね、解除していきます。そうすると、 おーいいね。よし、こんな感じ。で、ここを最背面にして、おいいね。で、ここの、ね、スタイルを決める。ああ、これだとまだ若く見えるので、ちょっとグリーンっぽくね、不気味にしていきましょう。これ、縦もうちょっと伸ばせないね。まあ、こんくらいにしておきましょう。おいいね。そして、この目の部分ですね。目、ちょっと切り抜かれたようなね、色を作りましょう。一応ね、保存しておきます。そしてね、 やっていきましょうか、えー、目はですねちょっとダークっぽくねやっていかなければねこれね怖くないですよねん何にしましょうかうん塩水でいく塩水いいねじゃあ角度を変えますんん、えー、おーそっくりそっくりそっくりだなよしこんな感じにしとくじゃあ反対側にも作りましょう同じの あれあれあれああなるほどね。左右反転できないかじゃあ角度をこうだね。あー気持ち悪いな。えー、こんな感じにしときましょう。うんだいぶ似てますね。で鼻の部分これは三角ですね。はい三角三角でこれはもう正三角形でいいのかな よしおおいいね。で次はこのコウモリみたいな口を描いていきましょう。これで完成ですね。すごいな。早いですね。でこれ目本当の目に見える,見えるね。なのでくり抜いてるように見せたいですね。なので色をちょっとだけ茶色っぽくしますかね。ああ茶色すぎる。えー、じゃあちょっとここのカラー塗りつぶしのところで濃い目。おおーいいね。この色いいですね。 うん、なのでこの色使っていきましょうか、えー、スポイトで撮っていきまーすおおーで鼻も茶色にしていきましょう OK ーーいいですねじゃあラストは口ですまたまた保存しますいいよで口悩みますね三角形の集まりにしましょううん三角形こそねかっこいいですからねよし OK そしてちょっと角度を細くして縦長にして角度変えていきましょうよしでコピペでこれは反対側につけていきましょうか OK かなよしじゃあうん難しいな難しいですねこれはじっくり鑑賞タイムですね OK でここも三角つけますか うん、あーコピペしたらよかったねえー、じゃあスパイト OK でおーと動かないよしこれでいいかなもうちょっと下でこうできないねえー、まあ完全体ということにしておきましょうよし でこれをはいここにもうーん花をもうちょっとだけあー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 ああああああこのままでいっか花はねえー、そして口のところここもうちょっとこうしてこうしていきましょうかねよしこれもまたコピーこれ3つだねあーでもね こうしないとね、ここが真ん中、真ん中、そう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 、こうだ、これがベストですね。よし。で、横をちょっと広げるね。うんー、いい感じじゃないで、これをコピペして、反転していきま、できませんね。よし、じゃあ、これはこうしていきましょう。で、置きます。OK。 で、これを反対側にも置きたいところなんですけれども、反対はね、ちょっとね、これね、こんな感じでですね、丸いものが2つあるので、ちょっとね、丸くしていきたいですね。よし、やっていきましょう。コビーベーカーを出さないように気をつけていきましょう。よし、じゃあ、ここは丸で。オッケー円です。色もまたスポイトしていきましょう。よし。この色結構使いやすいですね。で ここの三角と見えない程度にこうやる。これもうちょっとこう。これが限界です。OK。これで、こうしましょうか。あ、違います。違います。ソーリーです。えー、こうして、これをコピーベースでいきましょうね。えー、2段階あるね。えー、1、2、2段階かな。で、ちょっと高さをね、こうして、自然感を出していきましょう。 うんとと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 と、うんまあこんな感じかな。おいいねで丸っぽさを出さないためにここ隠しましょううまいことして。難しいな。えー、じゃあこれはもう上手いことします。オッケー。これでこうしたらいいかな。はいこうしましょう。オッケー。 おおおおおこれで完成だったらどうなりますかねちょっとこうしてんはははもうちょっとこれで、ね、でかくしますねあこっちがかぼっちゃっぽいですね真ん中ちょっとでかめにしておこれももうちょっと横ぶっとくこれ左右均等の方がいいかな自然っぽさ出ませんけれども再背面でおおおおお お猿さんっぽいんところもあるね、えー、こんな感じかな。でも、ここちょっと色違うので、色を変えましょうかね。さすがに、ああ、ああ、ああいうえを、まあ、これでいいでしょう。はい、ということで、今回ですね、こちらですね。 こちら、かぼちゃ、ハロウィン限定のかぼちゃね、キーノートで作ってみました。まあ、ページーズでもよかったんですけれどもね、かっこいいな。<laughs> 改めてみますけれどもね。うん、でもやっぱ修正させてください。よし、エンディングではありません。OK。これをもうちょっと横に長くして。OK。これこそが完全体です。よし。あ、もうちょっとだけ。 あーそしたらこれをこうして OK です。ということで今回、ね、ここで、ね、終わっていきたいと思います。ハロウィン限定のかぼちゃ。ここに極めました。ありがとうございます。皆様ねよければ、ね、ハロウィンめっちゃ楽しんでください、ね。最後まで見てくれてありがとう。まとめてな、ね、イエーイ